ニューバランスってですね、はい、フレッシュホームっていうのは素材の名前ではあるんですけど、要は素材を入れないで1枚でシートを作ってるってことなんですよ。安心して履けるデイリートレーナーと言われるものなんで、うん、あの用途をかなり選ばないシューズになります。ですから、今コロナで走り始めた人なんかも、うんうんうん、見るとシューズがね残念な人が多いので、はい皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今日もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にシューズレビューについて、お話をしていきます。藤原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。藤原さん、背景が以前と変わってますね。はい、ですね、ちょっと平塚市内ですけど、はい、オフィスを移動しまして、ありがとうございます。取り上げていただいて、おめでとうございます。はい、ご移転、はい、ちょっと2倍ぐらいの面積にして、いいですね。はい、はい、コンサルティングの方の、はい、業務をもう少しこう、あの、しっかりやっていきたいなと思いまして。なるほど。はい。このコロナ禍にお金借りまくろうかと思ってます。もらうか。いや勝負ですね。いろいろじゃあ今、この時期に仕込んで、新しい取り組みを始めると。はい。そうですね。そう思ってます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤原です。じゃあ、早速、はい、今日、何のシューズについてお話しいただけますか？今日はですね、まあ、ニューバランスなんですけど、はい、お好きな方も、ニューバランスね、いらっしゃると思うんですけど、はい、その中で、この、フレッシュフォームの1080ですね。フレッシュフォーム V10、10代目ですね。V10。を紹介します。ああ、なるほど。1080の10代目っていう意味で V10 っていうことなんですか、ね、あ、そうなんです。V10 ですね。なるほど、なるほど。はい。見たことあるようなないようなみたいな感じかもしれませんけど、うんうん、はい、直営店でしか多分売ってないと思いますね。ああ、そうなんですね。量販店じゃ買えないんですね。はい、そうなんですよ。日本ではちょっとこう、推しが足りないというか、シューズ、はい、まあそんなに一面、ニューバランスっていうと、まあ半蔵だったりとか、そうですね。あの、お好きな、うん、あの、モデルがある人もいると思うんですけど、はい、世界では、この1080が、まあ定番です。ニューバランスといえば、はい、マックスクッショニングの、まあ、こういう1080を好きだっていう、まあ、YouTube で流すんだけど、この YouTube、向こうの YouTuber とか、はい、あの、シューズのレビューやってる方とか、はい、あと選手なんかも、これを履いてる姿を 見かけます。なるほど。さっき、なんか、はい、マックスクッションっておっしゃいました。うんうん、結構やっぱり厚めですよね。厚めですね。これ、ね、基本的にこの、あのシリーズは全てあのクッショニングのスタイルなんですけど、特に今回からは、はい、うん、あの、フレッシュホームってニューバランスはですね、はい、素材を合成樹脂の一種なんですけど、うんうん、エチレンビニールアセテートっていう、まあ、合成樹脂を使っているんですけど、うんうん、はい、これのですね、皆さんよく見たことあるんですけど、真ん中ぐらいにプラスチックを入れたりとか、はい、まあ、ナイキさんとかだったらエアーが入ってるとか、はいはいはい、あの樹脂を混ぜたりとか、うん、違う物質を入れたりする、あの、メーカーが、あの、あると思うんですけど、ニューバランスってですね、はい、フレッシュホームっていうのは素材の名前ではあるんですけど、要は、異素材を入れないで、1枚でシートを作ってるってことなんですね。そうなんだ。はい。1枚で、例えばこのフレッシュホームだと、はい、この内側が少しボコボコがですね、あ、確かに。こう、粗いんですよ。はい。粗め。うん。はい、で、外側がですね、まあ、粗い、粗くて出てる。こう、ちょっと出っ張ってるんですよ。あ、なるほど。ちょっと外にね。はい。で、外側ですね、凹んでるんですよ。あ、なるほど。凹凸で言うと、こう、はい、出てるのと凹んでるので違うっていう。そうなんですよ。こちら側にゴッと出てる感じで、まあ一応、あの、内側を少しサポートしつつ、はい、素材が1枚なので、何がいいかというと、フィーリングに異素材感がないんですよ。なるほど。地面着地してから抜けるまでが、すべて同じフォームなんで、そこをね、ずっとこだわって、この、すごいじゃあ、何年か、もう10年近くですけど、はい、フレッシュホームを。今回ね、はい、僕今ね、実はちょっと汚らしいですけど、前回の V9 履いてるんですけど、はいはい、まあ、ここまでオーソドックスだったんじゃないですか、結構。うんうんうん、なんかオーソドックスのニューバランスの形ですよね。こういう雰囲気があるじゃないですか。はいはいはい、はい。で、これ今回ですね、まあ、潮流の、こう、ヒールのカール、トップのカールなんかも、ちょっとこう、ナイキチックにして、これも、あの、ホカオネオネもなってきますので、アキレス腱を、に当たらないようにですね、はいはい、このスタイルになってくるんですけど。最近こういうの増えてますよね。増えてますね。アキレス腱に当たらないように。フットアッパーだったり、はい、ミライチックなんですけど、はい、走り心地はですね、うん、とても V9 をもう、はるかに超えてます、うん。あ、そうですか。はい。これも好きだったんですよ。これもう本当、僕、ニューバランスにいたからじゃなくて、はいはい、
やっぱりこの1080系をずっと履いてるんですけど、はい、今回ですね、フレッシュフォームが実は X って、フレッシュフォーム X っていう素材に変わったんですよ。ああ、じゃあ、まあよくありがちですけど、それはですね、何を変わったかっていうと、はい、もっとちょっと細かいところを見ると、はい、映るかな、レーザーで、こうね、めちゃめちゃ細かく、この大きい穴の中、はい、めちゃめちゃ細かいです。なるほど。はい、うん、はい。よりね、ソフトなフィーリングになりまして、はい、まあ、これをクッションで嫌いっていう人はいないでしょうね。履いて、やっぱり、最初の、なんつうんですか、印象がいいと思います。とても柔らかいクッションで、はい、で、このシューズですね、基本的には8ミリドロップってそんなに傾斜がないスタイルになってまして、うんうんうん、ここを真ん中を中心にこう揺れるような、いわゆる最近のゆりかご式なんですよ、はいはいはい。足をつけると自然にこう足運びがあるような、うんうん、まあ、もっと、平たく簡単に言うと、もう前の方にクッション感じます、めちゃくちゃ。ああ、そうですね。前作部が、熱いので。はいはい、確かに。はい。まあ、とにかく、全モデルと比べて、見た目、ルックスがもうかなり変わったのと、うん、それ以上に、走り心地もとても良くなってます。クッションが特に。なるほど。はい、良くなってます。すごい。で、ね、このシューズですね、はい、うん、今回の1080の V10 もそうなんですけど、はい、ランナーズワールド誌で表彰されてるシューズなんです。ああ、ね、そうなんですか。はい。特にアメリカでは、うん、このニューバランスというと、1080とか、まあレーシングでも一部そういう疲れてる品番があるんですけど、はい、常にこう、上位に上がってきたり、賞をもらってきてるようなモデルなんですね、はい。なるほど。じゃあ結構世界的にも本当に評価されてるシューズっていう感じですね。そうですね。どちらかというとニューバランスというとこれって感じで、あとまあ、ちょっと最近はですね、こういうイメージ、は日本の方は持ってると思うんですけど、はいはい、ニューバランスの、ね、芸能人の方とかでもね、はい、テレビに出ると履いてるじゃないですか。そうですね。まあどちらかというとですね、これ去年の秋ぐらいだったかな、出てびっくりしたんですよ、うん、こういうレベルっていうシューズ、完全に未来チックな感じで、デザイン的にもね、はい、はい、うん、このシューズこうやってこういうもの出てきたんですけど、外側がね出っ張ってるっていうようなこういうシューズ出てきたんですけど、はいはいはい、かなりですねデザイン的にも挑戦的になってきてまして、はい、今までのイメージとちょっとこれから変わってくるのかなって感じですね。なるほど、はい、すごい楽しい。少しこうデザインも洗練されていく感じだと思います、はい、変わってきましたね。なんかその1枚のフォームで単純にその、はい、なんていうんですか、この凹凸のサイズで、はい、そのクッショニングを変えてるっていうのが新鮮ですね。新鮮ですよね。うん、でニューバランスってずっとその今そのシューズ業界に、はい、まあ、80年代90年代は、うん、ウィズサイジングってこのサイズをずっと出してたんですけど、はい、これで業界にセンセーショナル与えて他のメーカーにも影響を与えたんですけど、はい、このフレッシュホームのような1万円素材も他のメーカーが追随してます。ああ、そうなんですか。はい。特にやっぱりケニアの選手とか、はい、アフリカン系のランナーって嫌みたいです。なんかこう、プラスチックがついてたりとか。違和感あるんですか、ね、なんかこう、はい。ついた瞬間のフィールがガクッとかなると石踏んでるみたいとか、へえ。そういうフィーリングを感想として持つ方も多いみたいで、へえ。1枚素材でナチュラルに足の動きをサポートするっていうのがニューバランスのポイントです。なるほど。はい。こういう視点で見ると、他のメーカーもそうなってきてますよ。あ、見ていただけると。そうだ。はい。面白いっすね。はい、アッパーの方はどんな感じなんですか？あ、そうですね。アッパーニットホーム、ニットアッパーになってまして、はい、ハイポニットっていう、まあ、鍋があるんですけど、非常にこう、はい、収縮性がありまして、うんうんうん、ただでさえニューバランスってこう、意外と足回りがある方は大丈夫なんですけど、こちら相当、うん、範囲が広がります。ワイドとかいらないぐらいの、あ、そうなんだ。はい、ここが、はい、かなり伸びます。へ、で特にランニングで使う方は、はい、これからちょっと気をつけてほしいんですけど、まあ、ニットアッパー増えてきますので、うんうん、結局ジャンプして着地する中で、やっぱりこう、着地した瞬間にこう足が広がったり、はい、まあ、ずれたりするので、うん、ちょっと、はい、はい、きついっていう概念が違うと思うんですよね、うん、以前と。こう以前は補強がこう当たってしまって痛いとか、はい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 、デリケートな部分が擦れるとかあったと思うんですけど、うんうん、今、擦れる場所が逆に全然なくなっちゃってるので、なるほど。はい、ソックスみたいなんですよ。そうですね。ニットのアッパー、だいたいほんとソックスですよね。ね、ですからあんまり、こう、なんつうんですかね、こう、ゆるさをどっかに作るっていう感覚を持たない方がいいのかなと。こう、トゥーボックスのあたりは、ニューバランスの、
ニットはこう、はい、高くなってるんで、ニット上がってますね、うん、はい、全体的にはもう靴下のようなフィーリングの方が、はい、多分サイズ感としてもいいと思うんですよね。ああ、なるほど、はい、そうなんだ。で、まあこういうちょっとこうなんつうんですかね、あの特にレディース、僕ちょっと今日カラーないですけど、レディースも非常にこう斬新なもん、はい、あのイエローとか、うん、あのまあピンクもあったと思うんですけど、はい、なんかテレビで見てたら、はい、あのほら芸能人の方が芸能人かなんかにプレゼントするなんか番組あるんですけど、はい、それであの、はい、女の子が、はい、あの直営店であのこれ買ってこれプレゼントしました。へえ。あのドラムで、安心して履けるデイリートレーナーと言われるものなので、うんうん、あの用途かなり選ばないシューズになります。ですから、今コロナで走り始めた人なんかも、うんうんうん、見るとシューズがね残念な人が多いので、はい、手放しでおすすめできるシューズだから、ニューバランスでお好きだったらこれを履いて、はい、あの免疫力を高めていただけるといいんじゃないかなと思います、ね、なるほど。これから始めるっていう方にもおすすめできる、はい、あ、もう全然おすすめできます、はい、選手も履いてるぐらいなんで、本当選手を選ば、あのランナーを選ばない、サポートがあるシューズですね。なるほど、はい、わかりました。絶賛、絶賛ですね、はい、ありがとうございます、はい、絶賛。これも本当僕あの、うん、ニューバランスだったら真っ先にこれが浮かびます、いつも。あ、そうですか。はい、どうなるかなと思って、あ、11どうなるかなとか10どうなるかなって常に、うん、あの注目してるシューズですね。なるほどですね、はい、まあ、10代続いてるだけのことがやっぱありますね。そうですね、はい、うん、なるほど、そう思います。はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、ニューバランスのフレッシュフォーム 1080V10 ということで、はい、10代目のシューズをご紹介いただきました。どんな方でもおすすめという、はい、ことで、おすすめです。はい、ありがとうございます。この動画が面白いと思っていただいた方は、ぜひですね、チャンネル登録、それから高評価の方お願いいたします。藤原さんにご質問があるなんていう方はぜひコメントの方もお待ちしますので、よろしくお願いします。ということで藤原さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。